サイエンス猿のアニメ、四畳半タイムマシンブルースは一種のユートピア作品です。原作は森美富彦の小説で、同作者の四畳半神話体系と、上田誠の儀曲サマータイムマシンブルースをリミックスしたような内容。登場人物と舞台が四畳半で、物語がサマータイムマシンブルースといった感じでしょうか。なので、当然、舞台は兄弟吉田亮のような、 京都の貧乏学生アパート、下鴨も湧水草。主人公の大学生、私はアパートで唯一エアコンのついた2 0 9号室に今日構えています。アパートの主のように住み着いている大学8回生の樋口氏をはじめ、出入りする学生たちは一癖も二癖もある人物ばかり。しかし、その中には私が気になっている赤石さんという女の子がいます。映画サークル、みそぎに所属し、 監督としてポンコツ映画をひたすらでっち上げている1年下の後輩です。灼熱のような8月のある日、悪友のオツがエアコンのリモコンを水没させたため、唯一の涼しい部屋もアパートからなくなりました。私とアカシさんは対策を協議していると、そこに見知らぬ青年が、青年は25年後の未来からタイムマシンに乗ってやってきたというので、私はそのタイムマシンで1日前に戻り、壊れる前のリモコンを持ってくることを思いつきます。しかし、 こうした小さな歴史改変は、実は大きな世界の消滅を招く危険性が、結局、私たちは、改変した歴史を何とか辻褄合わせようとするといった物語、そして、当然、私と、明石さんの恋愛を扱った青春物になっています。なぜ、 貧乏アパートがユートピアの舞台になるかというと、どんな人間でも同じ長屋に住めば疑似的な家族のようになれるからです。震災後の仮設住宅村を災害ユートピアとして描いた工藤官九郎、季節のない街を紹介する際にも同じようなことを述べましたが、学生寮の外の社会は当然一定の秩序があり、その人の運や実力によって階層化が進みます。しかし、 寮の中であれば、既存の秩序は影響せず、関係がフラット。何もする気が起きないダメな学生にとってのユートピアなわけで、だからこそ、時間 SF によって、日常がループするような物語設計と相性が良いのでしょう。というのも、時間ループが生まれる土壌の一つに、青年期のユートピア思想があります。ずっとまどろんでいたい願望が時間ループを生み、物語の気結でそのツけを払わせます。例えば、 浦島太郎は青年のまま竜宮城でタイやヒラメの舞踊るを見続けますし、教え守るのうるせえ奴ら2ビューキフル、ドリーマーは学園祭の前日を無限に繰り返します。基本的に青春へのノスタルジーです。もともと余半ものといえば松本霊児の作品のように、地方から出てきたコンプレックスのある男が、いつかは余畳半の日常から抜け出してビッグになってやる、女にモテてやるといった成長志向の物語でしたが、 余畳半タイムマシンブリュースは逆。むしろ余畳半の日常にまどろみたいわけです。このアカウントでは森美と美彦の作品はプルーフ版を検討いただいた熱帯を扱っていますが、こうした京都をユートピアの舞台とすることが多い傾向にあります。永遠を扱った珍しい小説、熱帯でも東京で始まった物語が京都に吸い込まれていくような構成です。なぜこうしたユートピアが 京都を必要とするかというと、京都自体が大きな学生街だから、東京は、早稲田や高田のばばもすっかり学生街観がなくなってしまっていますが、京都は依然として世界的な観光地であるとともに、街には40以上の大学がひしめき、人口の1割が学生。自転車ではどこにでも行けます。外から見ると意地悪な人が住んでいる印象が強くしますが、こうした特殊な環境が、学生がまどろむユートピアの土壌となっており、 余剰半はサイエンス猿の作品ですが、閉じた日常を魅力的に描く京都アニメーションの著作にもつながっているわけです。このチャンネルではコンテンツ探偵メタが新しい古典を取り上げています。一般的な動画チャンネルでは作品を見ればわかることをわざわざ紹介する考察動画になっていますが、当チャンネルは作品以上の内容を読み解くものになっています。チャンネル登録、高評価は動画更新のモチベーションになりますし、このチャンネル自体が企業からの広告ではなく、 定額のメンバーシップやスーパーチャットによって運営されています。